ラットの肝臓の類移動と有層血管内被細胞。窓の大きさは直径約100ナノメートル。類移動は5メートル。ロビン・フレーザーによる電子顕微鏡撮影。肝細胞は肝臓の70から80%を構成する約20マイクロメートル台の細胞。タンパク質の合成と貯蔵、炭水化物の変換、コレステロール、炭重酸。 臨死室の合成、並びに内生及び外生物質の下毒、変成、排出に関与する。また、単重の生成と分泌を促進する働きも持つ。人の肝臓肝細胞には、多量のミトコンドリアを反映する抗酸性細胞質と素面小胞体とリボソームより構成される抗塩規性反転が見られる。褐色リポフスチン化流も過励と共に見られる。 また資料調整の際に除かれた細胞質ぐり抗原と脂質により細胞質に不規則な染色されない部分が観察される。肝細胞の平均寿命は5ヶ月で再生可能である。肝細胞の細胞核は分散したクロマチンと明確な核固定を持ち球形である。4倍性、多倍性が通常50%以上の肝細胞において起こっているため核の大きさには バラつきが見られる。二角細胞もまたよく見られる。肝細胞は平板状に整列しており、レチクリンネットワークで支えられた脈管構造で区切られている。肝細胞板は哺乳類においては1細胞層であり、鶏においては2細胞層である。類道は不連続で有層の血管内皮細胞からなる。この血管内皮細胞は、規定膜を持たず、リンパ液を リンパ系へと送り出すディッセクウにより、肝細胞から離されている。内皮細胞間には、細毛内皮系の一部である食作用を持つ、探求由来のクッパー細胞が散見される。ビタミン A を貯蔵し、細胞外マトリックスとコラーゲンを生成する、異等細胞も内皮細胞間に存在するが、光学顕微鏡で発見することは難しい。 さらに肝細胞は肝症用と言われる集合体を形成し分用構造を呈する。肝細胞は生体異物の生体や代謝への影響を評価する上で重要な生理学的指標である。また肝細胞は培養液の中で増殖せず、冷凍、解凍を含む低温保存の過程で非常に敏感に損傷を受けやすい。肝細胞はアルブミン、 血液凝固因子のフィブリ農お及びプロトロンビンを製造する。また、リポタンパク質、セルロプラスミン、トランスフェリン、ホ体系タンパク質、及び糖タンパク質の主な合成の場である。幹細胞はそれ自身の構造タンパク質、細胞内酵素も製造する。タンパク質の合成は、素面小胞体で行われる。素面、活面両小胞体は生成された。 タンパク質の分泌に関与する肝臓は炭水化物から脂肪酸を生成し、さらに脂肪酸とグリセリンからトリアシルグリセロールを合成する。肝細胞はまた後に脂質と結合してリポタンパク質となるアポタンパク質を合成する。肝臓はアラニン、グリセリン、オキザロサクサンなどの染物体から炭水化物を合成する糖新生の生態における主な場でもある。 肝臓は体循環により多くの脂質を受け取り、カイロミクロンの断片を代謝する。アセテートからはコレステロールが合成され、後にコレステロールからは単重が生合成される。肝臓は単重合成の唯一の場である。肝細胞は薬物、殺虫剤などの外生物質とステロイドなどの内生物質の代謝、解毒、不活性化の能力を持っている。性の維持と、 摂取した毒物から生態を守るために肝臓は腸からの蒸脈血液に含まれる様々な物質の効率的な解毒を担っている。肝細胞の解毒作用の一つはアンモニアの尿素への変換である。ありがとうございます。